こんにちは、荒木和弘です。令和3年3月20日土曜日のショートメッセージをお送りします。すでに申し上げてますように、来週ですね、3月24日の水曜日、2時半から午後2時半ですね、14時半から、越前海岸での YouTube のライブを、現場ライブを行います。地元の私ども調査会の北条幹事と一緒にですね、参ります。で、ここでやるのはですね、3人の方のことなんですけども、ちょっと今回は先にご説明をしておきたいと思います。で、この3人というのはですね、山下光さん、田中博史さん、そして林正俊さんという3人です。山下さんは福井の敦賀の方、それから田中さんは京都の方、そして林さんは岐阜の方、それぞれ全くバラバラで、何の関係もありません。お三方とも実はしかし車を置いて失踪をしています。で、山下さんが1989年平成元年、それから田中さんが96年平成8年、そして、林正俊さんは98年、平成10年、ということになります。で、これそれぞれ見ていくとですね、単なる失踪、山下さんの場合は車の置いてあった越前海岸の駐車場の近くに、ご本人の釣りのですね、道具が海岸、断崖というかですね、こう坂になったところに置いてありました。で、これ普通見ればその釣りをしている最中に、転落して海に落ちたというふうに、考えられないことはないですね。それから林正俊さんの車はですね、車の中にあったパソコンに遺書めいたものが書いてありました。これもひょっとしたら車を置いて、そして自殺をしたというふうに、海に飛び込んで自殺をしたということも考えられないわけではない。どれも3人ともですね、車の置いてあった場所は海岸、海に近いところです。で、さて、ところがですね、山下光さんと田中博さんの車が置いてあった場所というのは、実は我々に届け出があった時は書き方が違っていたんですが、調べてみたらですね、実は同じ駐車場だったんです。同じ駐車場の言い方が違っているだけだった。それは現地でご説明をします。そこに同じ駐車場に、時期的に言うと89年と96年ですから7年違いですけども、車が置かれていた。で、考えてみれば山下さんのその釣り道具というのもですね、なんか不自然な置き方をされていた。これも現場でお話をします。それからこの駐車場から、車で10分ぐらい行ったところが林正俊さんの車の置いてあった場所です。で、この現地調査の時に私ども調査会の幹事をしていただいている川人博史弁護士、法律家の会の幹事でもあり、皆さんはどちらかというと過労死なんかの時にですね、お名前が出てきたりとかテレビに出てこられるのをご覧になった方が多いと思いますが、過労死とかそういう問題のご専門の弁護士さんです。で、その川人先生がこの現場で、その林正俊さんの遺書らしき文書についてですね、コメントをされたんですけれども、これはやはりもうたくさんいろんなそういう自殺、過労死自殺とかですね、されてきた方を見てる方なので、その文書が明らかにですね、自分が死のうとする人間の文書ではないというふうに断言をしておられました。とすると、これは自殺を偽装したケースということが考えられるということです。これ実は車が置いてあった、で、変なところに置いてあったというケースというのはもう他にも山ほどあります。そのうちまた現地ライブやりながらですね、ご説明をしていきたいと思いますけども、こんなことがあったと。で、山下さんと田中さんのは本当にですね、個別に見ていけばわからないんです。全部並べてみると、あれ、こんな共通点があったのかっていうことがわかる、本当典型みたいなものでした。で、そこについての現地でのライブをぜひご覧いただきたいというふうに思います。
今日もありがとうございました。